はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込めしたい人と上半身に効かしたい人、どっちも鍛えれるプランクを紹介します。普通のプランクではですね、もう慣れたよって方とか、あとはね、時間がどんどん伸ばさないと効かないよって方はですね、ちょっとバリエーションを変えたプランクをやってもらえるとしっかり効きます。で、今回ね、やっていくプランク、たったの1分です。1分とにかくね、休まず落ちずやり続けることが大事です。今回ランタスティックタイマーというのを使ってですね、1分間一緒にやっていきましょう。まずやり方説明します。はい、上半身も効かせるために、肘をつくんではなくって手の肘をね、少し曲げた状態で行います。で、この時にプランクをお腹に効かすポイントは、腰を丸めてお腹を締めるということがポイントです。お腹が伸びて腰が反れてしまって、その状態でプランクしてしまうと、脊柱の方によく効いてですね、脊柱弱い人は腰をね、痛めてしまう場合があります。なので、脊柱よりも腹筋に効かすためにですね、腰をしっかり丸めてお腹を締めておく、腹筋をするときみたいにグッと縮めた状態でプランクをします。で、今回はですね、1分間ケンケンパプランクです。ちょっとやってみます。肘を少し曲げてですね、足を閉じてケンケンパと、ケンケンパ、こういう感じです。軽く上半身も入れてください。で、腰がですね、体が下がったときに腰が反れないように、お腹がね、伸びないようにお腹も縮めて、けんけんぱ、けんけんぱという感じで1分間行います。結構長くて息が上がりますんで、軽い有酸素運動にもなります。なので、お腹痩せ、あとは胸、二の腕にしっかり効きますんでね、頑張ってもらえたらと思います。では1分間一緒に頑張っていきましょう。では行きます。こういう感じです。けんけんぱです。手は肩幅、お腹をしっかり締めてください。残り30秒頑張ってください。あと10秒。だー。はい、皆さん1分お疲れでした。だいたいね、1分やった方、こんな見てる場合じゃなくてね、あー疲れたーって多分ね、倒れてると思います。そういった場合はね、ちょっと疲れが取れるまで動画を流してください。ということでね、1分間結構ね、辛いですよね。指先、足で体を跳ねさすんで、足の指も疲れますし、あとはね、少し肘をね、曲げてるんで、肩、胸、二の腕にしっかり効きますよね。なのでね、肩、胸、二の腕、お腹、しっかり気になる方は、この、けんけんぱプランクをしてもらえたらと思います。で、しっかりね、足の指を使って、ぴょんぴょん跳ねますんで、指の力もつきます。なので、むくむ方とかね、あとはね、土踏まずがない方、そういった方は、足の裏の筋肉とか指の筋肉がなくなってですね、外反母趾とかになってしまうんで、そういった方もね、改善として、このけんけんぱプランクをやってもらえたらと思います。頑張った方はね、コメントやグッドボタン、皆さんよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。